秋の夜にまたみんなでちょっと語り合おうスペシャル、イエーイ。イエーイ。これ階段が、階段が始まります。秋のヒュードロドロ。いや、じゃないんですよ。秋の階段じゃございません。まあちょっとね、秋真っ只中ということで、うん、今日はいつもと趣向を変えてというか、今まであんまり話したことがなかった読書について。読書の秋ですからね。読書の秋、あとまあ今年ってほら又吉さんの火花が当たったでしょ、はい、うん、だから今まで全然本読んでなかったよっていう人も、本をまあちょっと初めて手に取ったよっていう人も多いんじゃないかということで、まあちょっと本についてね、話してみようかとは思うんですけど、はい、必要じゃないか。どうなんでしょうね、こう皆さん読書しますか普段？しないです。しないですよね。あれ、最近読めてません。以前はしてました。昔はね、してたけど、もう今はもうほら仕事行くのは車移動やし、そう読んでられへんし。確かにね、本屋さんに行くと、うん、こういろんな人がこう小説コーナーにいるんだけどさ、うん、こう本ってほら好きな人はしょっちゅう読むでしょ、うん、だけど、もう読まない人全く読まないものじゃない。そうだね。どのぐらいさ、こうパーセンテージというか比率で、例えば世の中100人ランダムで人連れてきて、うん、本普段読んでますよって人どのぐらいいるんだろうって思うの。少ないんですかね、やっぱり。多いんじゃないかな、逆に、うん、この界隈が読まない。そうだね、私たち読むとなると台本を覚えるっていうことでなっちゃうから。そうかそうか。電車内とかあったし、本読みたいなってすっごい思うんだけど、結局小説1個入れといて、うん、で電車30分乗るよってなったら、台本覚えの方をさ、そっちに時間を使っちゃうから読めてないんだよね。逆に本読む人口は減ってるんちゃうか。減ってるんだろうか。だって昔はさ、紙は売れなくなってるよね。あ、紙媒体はね、うん、そうほら、まあ電車とか移動中ってさ、うんうん、俺はやることないから本読むっていうことは結構あったけど、うんうんうん、今ならゲームしてるサラリーマンとかさ、スマホでできちゃうから、ね、確かに電車乗ってるとみんなスマホ見てる、うん、でも中にこう本読んでる人も電子、まあ、書籍、うん、の人も多いだろうけどね、うん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 、私ね、でも逆で常に本がね、2、3冊絶対カバンの中に入ってる、うん、ああそうなんだ、僕も1冊は入れてる感じなんだけど、うん、絶対読んでる。そんなどれもカバンの中入っては入ってん、入ってる、読む時間が本当あれ、僕も今、あ、まあそうか、入ってたんですけど。ああ入ってたんだ。入ってる、1年ぐらいずっと入ってたまま。ちなみにそう、気になる、何が入ってる、何したそれ。奥田秀夫のね、あ、純平考え直せっていう、奥田さん好きだよね。すっごい好きで、奥田秀夫が。あ、そうなんだ。じゃあ結構読む？読んでるんだけど、これ多分1年ぐらいまだ入ったまま、あ、まあ、進んでない。気になるな。今帯が怖かった。お前の青春あと3日って書かれてる帯が。おへぇ、純平考え直せ。なるほど、ね、気になる。最近の本買うのは買うんよ。あ、でも本当読む時間がなくて、ね、なんか結局3冊ぐらい読まんまま残ってて、うん、一つはあの明智光秀の本当の話みたいなことで、はいはいはい、明智光秀の子孫が書いた話で、うん、はいはい、もう根底から今までのが覆されるやつね、はいはいはい、それと、もう一つが、私何もしなくても500万円貯めましたっていう本と、ちょっと貯めてみたいな。そう何も我慢してないけど500万貯まったやつと、うん、あとあのこれをやったら得するよっていう本と、あ、うん、結構なんかエッセイ的なというかこう、うん、のも、ね、コンビニで売ってるような。そうそうそう、ああなるほどね、うん、まあそうですね、電車移動の人は多分読む時間がそこであるからいいんだけど、うん、車移動の人はこれなかなか、うん、読んでられないね。でもう一つこう読む時間として気になるのは、風呂で読む人いるでしょ。はい、あ、はい、あ、でも読むんだ、俺絶対無理で風呂で本読むのが、うん、ふにゃふにゃにならない。大丈夫。なぜだって蒸気がさ、え、飲まないよ。あの、台本とかはちょっとでかいからたまにこうボジョンって落としちゃったりする時があったりするけど、まあ、ちっちゃめの文庫本とかはあの、うん、ちゃんとこう蓋してやろう。うん、そう、お風呂の蓋をした段階でこう、そういうことか。みんなコツを得ているんだよ。もう、それは昔そうだった。私昔は雑誌を読んどった。ほんと？あ、そう。お風呂の中でしばらく。俺も一人暮らしの時風呂の中で読んでた。そう。あら、結構皆さん読みますね。一人暮らしはね、うん、お風呂のんびり入れるんだよね。そうそう、あ、確かに。でも家族と一緒にいるとそういう時間は一番最初に捨てていくから、うん、あ、そういうことか。のんびり入らない。あ、俺もう完全にシャワーの人だから湯船溜めないの。だからあれ、嘘、あんま好きじゃないんじゃない、お風呂が。いや、お風呂好きなんだけど、
あのユニットバスなんです、うん、あだから、はいそうはい、くつろげないし、ね、蓋もないし、うん、シャワーだけなんですよ。お風呂入ったら1時間半ぐらい出てくる。うっそ、だから、ね、だから本読んでるだからカスカスないだから話が話が止まった話がそれていくよ。でも半身浴とか流行った時期はそれする人多かったよね。あ、そうだね、うん、ちょうどしやすかったし、まあ、それで読んでるとね、うん、20分とか長湯がしやすいか、うん、なるほどね。まあね、あの本いろいろ読まない人は忙しい人が多いとは思うんだけども、結構やっぱ読むと、うん、あのそこからなんだろうな、知識が広がるというか、やはりこう、うん、芝居と一緒で追体験がね、登場人物のできたりとか、はい、職業について深く知れたりとかっていうのがまあ面白くて、それもかなとは思うし、ボキャブラリーも増えるから、ね、そうそうそう、絶対読んだ方がいいよね。うん、読めるようになる。そうそう、読めるようになる。書くことはできんでも読めるのは読めるようになるからね。うん、今ちょうど 2,3 日前に買って、勘三郎さんのこと書いてあって、いいね、で、うん、やっぱね、あの涙なしに読めなくて、外で読んでるとちょっとやばいけどね。うん、わ、読みたい。それ貸して。あ、いいよいいよ。読み終わったら。はい。ということで、まあ、読書はした方がいいな、でもする時間を作れない人もなんとかお風呂でお風呂でちょっと優雅に過ごしてみればいかがでしょうかという読書の勧めで、はいございました。もう時間でございますね、はい、ということで今週はここまでです。ということで、おしまいはこの曲をお聴きください。風緑で青い春で天ヶ坂。ここに降り立つのはもう何年ぶりだろう。天ヶ坂駅の前、思い出して鼻で笑う。同窓会だなんてらしくはなかったけど、天ヶ坂駅の前、思い出して鼻で笑う。秋の桜並木、茶の葉がひらり落ちて、あの日のあの言葉もふらり帰ってくる。片山神社で遂げた人生初の告白は、どこか今も傷として残る。ごめんなさい。それも君が選ぶ大事な人は好かない、あいつ。セットでの音に紛れ、青い春は苦笑い。